ギターフロンティアへようこそ。いつもお世話になっております。今日はですね、ギター紹介の前にちょっとお話をさせてください。先日あるギターを紹介した時に、紹介動画、ね、たまにあるじゃないですか。もう予約入ってしまったギターもたまにねやるんですけども、まあ、それに対して、いろんなね否定的意見ももちろんあるのはもう全然いいんですけども、全然それいいんですよ。コメントにね、そういうの見たくなかったと全然いいんですけど、それ以上に僕が今日何が言いたいかというと、見たいって方が多いんですよ。で、正直見たくない人と見たい人がいたとするじゃないですか。で、見たい人が多い場合、頭にほらタイトルに米マークね、紹介動画とかあるじゃないですか。それ見て見ないでくださいっていう話しかないんで、だからそれ見て、タイトル見て、あ、これは今日販売動画じゃないんだと分かれば、それ見なければいいんで、中にほら時間の無駄だとか言う書いてた人もいたんですけど、今度からその米マークで、紹介動画とか、あとほらうちギター屋ですけど、それだけじゃないじゃないですか。例えばいろんなほら、地元の新潟のね案内したりとか、いろんなこうイベント的なのもやっていきますし、これからもっともっといろんなこと僕考えてるんですよ。新潟のアマチュアの若いミュージシャンを応援する企画も今考えてます。いろんなことをギター紹介以外のこともやっていきますので、その時いちいちタイトルに米マークで、ギター紹介とかありませんとかタイトル入れときますんで、そういうギター紹介、ギターの販売動画以外見たくない方はそれで注意してみてください。すいません、僕がねそういうこと言うと本当にね嫌な気分になる方も多いと思うんですけど、すいません、本当によろしくお願いします。でね、その先日の動画でちょっとコメントで、そのせっかく買ってくれた方、もう俺が言われるのは全然いいんですよ。買ってくれたお客さんのことを悪く言うのはやめていただきたい。本当によろしくお願いします。すいません、こんな話からスタートで申し訳ございません。ちなみにその、お客さんのことをちょっと、ね、悪く言ったコメントは、普段あんまり消さないんですけど削除しましたので、よろしくお願いします。もうね、今後もお客さんのことを悪く言ったらすぐ消すからね、本当に頼ますよ。もうダメですよ、そういうことしたら。本当に傷つくってお客さんが、もうやめて。もう本当に俺はいいよ、俺は何言われても、俺のチャンネルだから。よし、じゃあね、気分変えてギター紹介動画いきましょうよ。でね、そんないろんなお客さんいる中で、今日もねちょっと嬉しいギターなんです。実は昨日名古屋から来てくださったね、車で来てくださったんですけど、ギターね全部で何本だっけな、5、6本持ってきてくれて、でその中のこの1本はお金いらないと、で売り上げ全部また例の子供のとこのね養護施設に寄付してくださいということでお預かりしましたので、今日朝からこれに集中して、磨いて調整してさっき仕上がりましたので、今日はこれをご紹介したいと思います。初心者にもすごい最適ですから、もう若い人でこれからギター始めたいっていう人、あるいはこの間もあったんですけどね、お孫さんにプレゼントしたいって方、息子さんにね、あるいはお嬢さんにプレゼントしたい、そんなギターでもいいと思います。 S やりです。中国製ですけどね、型番が YD48 です。これ当時ね、もう今生産終わったんですけど、当時で税別で4万8000円です。今税込みだと5万5000円ですね。程度めちゃくちゃいいですよ。ドレッドノートで、トップスブルース短板、サイドバックはローズウッド5番ですけどね、ネックナト4番ローズウッドで、この辺のねポジションマークとか、このサウンドフのここ全部アバロンが本物ですって。すごくいい。そしてね、これいいのがペグいいのに交換されてるんですよ。5等星に変えてます。これは嬉しい。そしてソフトケースもついてますので、まず細かい傷とかね、ソフトケース、こちらのカメラでどうぞ。はい、それでは細かいところを見ていきましょう。 S やりの YD48 ですね。それでは膝の上に置いてボディートップから見ていきましょう。トップスプルース短板、綺麗ですよ、ほら。でね、この分かります、ピックガードのこの保護シート、まだ剥がしてないんで、これ取るとめっちゃ新品になりますよ。ほら、めっちゃ綺麗です。何の傷もタコもないですよ、ほら、めっちゃ綺麗。ラベル、これシリアルナンバー奥の方にね、あったんですけど、最初の2桁が薄くて見えないんで、特定できませんが、多分10年以上は経ってると思われます。もうこれ生産終わってるんでね。フレットはね、そうですね、8割ぐらい残ってるって感じでしょうかね。あ、そうそう、これサウンドホールのこの周りのこれは本物ですって。貝綺麗ですよね、ほらキラキラ
してます。そしてこのローズシバンに入っておりますこのスノーフレークのこのポジションマークも貝本物です。綺麗ですよね。ちょっと今早かったか。でゆっくりいく。はい、シバンも綺麗ですね。はい、ヘッドもこんな感じです。綺麗でしょ、ほらロゴマークも。さあそしてね、このギターのポイント一つ、ペグをね5等製のいいやつに変えてるんでしょ。ほらちゃんとピント合ってるか。そうか、あった、うん、難しい、これだったか。ほら、ね、5等製マーク入ってますよね。はい、ボリュートもちゃんと作られてる。この辺が憎いですね。さあどうでしょう。ネックも綺麗です。ボディバッグもローズウッドの柄がすごく綺麗で、で傷も本当に状態いいですよねこれね。はい、結構ね持ってこれた方もう20本以上持ってるってことで、コレクターっていうこともあってあまりこれは弾いてなかったんでしょうかね。はい、じゃあちょっとケースに、あ、スタンドに置いてみます。でこちらが、付属のついてきたリッターのギグバック、省エネやつ、ね、こうやって省エネするやつ。あ、ちなみにこのリッターってこれよく聞くでしょう、楽器屋さんによく売ってるやつ。これはあのイギリスが確か本社なのかな、あの会社です。でアウトドアバッグの専門メーカーだそうです。ということで S やりの YD48 程度抜群です。よろしくお願いします。はい、いかがでしょうか。非常に綺麗ですよね。さあじゃあ問題の原稿からいきましょうか。弦はいつものエリクサーのカスタムライトです。6弦12フレット上で、あら低いは 2.2 だな。ナット幅が約ですけど42、ネックグリップ薄めの C シェイプですね。薄です。さあすごいよね、ここほらさっきも言ったように、ね、保護シートまだ剥がされてませんから、これめっちゃ綺麗ですわ、剥がしたら。さあじゃあ早速音聞いてみましょうか。開放弦で、SID の中国製の最近のこのシリーズね、値段の割にいいよね作りが。どうですかネックより。これはね後で値段言いますけども、初心者の方が1本目これ最高だと思うよ。こんな弦高低いし弾きやすいし、キランキランで、ピックいきます。サウンドホール真上で、ほら低音もそれなりに出ますよ、ほら。すごいすごい。じゃあストロークしてみよう。優しく弾いてみようかな、こんな感じ。本当にギター好きになるものよ。あのいつも言うんですけど、1本目のギター慎重に選んでくださいね。本当にあの安いもんでも全然いいですよ。でもちゃんと弦高低いやつね、調整されているものを選んでください。本当にそこだけ気をつけてね。もうあのよくほらあのもらってきたっていう人たまに調整してくださいって、もらったはいいけどめっちゃネック反ってて、ほら順ぞりでもうこの辺6弦12フレットで5ミリぐらいあるやつ、それ無理です。俺でもその辺無理だわ、痛くて。ですからそういうのを、あの1本目ってね、ある意味極論言うと音より弾きやすさだからね、もう間違いないから。
もうまずは覚えて、まあ、ある程度コードと弾き方で楽しくなってきて、来てから自分の好きな音ってのがだんだん分かってきて、あ、俺マーチン系が好きなのかなとか、ギブソン系が好きなのかなとか、いろいろって分かってきますからね。さあ、ということでこちらね、若い人が自分で買うもよし、ね、お孫さんやお子さんにプレゼントもよし、ぜひご検討ください。そして最初に言ったように、お客様のご好意でこのギターいただきましたので、全額、養護施設の寄付させていただきますので、そういった形の企画です。よろしくお願いいたします。お値段は先ほどのソフトケースギグバックですかね、つきましてお値段がお安いと思います。税込みで24,800円です。この程度であれついて、5等のペグついてるからね、これこれだけ買っても結構しますから、俺日給パでもいいかなと思ったんだけど、まあ、せっかくこれお客さんの好意もあるんで、あんまり高くてもあれなんで、ちょっと安くしました。税込み24,800円と、あの送料はかかります。あ、そうだ、今日この期間にあの全国発送しますけども、送料は基本的に本州がだいたい2,000円かで、本州、九州も2,000円だから、北海道、沖縄、離島が除くですね。それとその時ですね、あのちょっと高くなんですけど、聞いてください。よろしくお願いします。いや、これ本当に今俺も中学生の時これで始めたらもうちょっと上手くなったかななんてね。そのこれ F も楽、弦高低いって楽なんですよ。この辺もめっちゃ楽、ほらこんなコードも楽なの。久しぶりに弾いたこれ。最近僕はこれを気に入ってこのコードを弾くでしょ。これちょっとお気に入りなんですよ。ちょっと思いついてこう弾いてみたらいいなと思う。そのうちこれをこう発展させて曲にしよう。はい、ということで今日はね、冒頭ちょっとあんまりね、あの楽しくない話で申し訳なかったですけど、僕の本音を言わせてくださいね。よろしくお願いします。まあでもいろいろ意見あるからね、僕もほらもうしょうがないね。俺も割とだからもう、まあ、僕のね、人徳のなさというか、もう僕の説明不足も悪いでしょうけどね。よろしくお願いします。まあそしてね、さっきも言ったように、あのギターの販売がメイン、もちろんメインなんだけど、それだけじゃなくていろんなことをやっていきたいんですよ。さっきと言うように、ね、近々本当に今計画してるのが、やっぱり僕あの60過ぎて、やっぱりなんかこう、まあ、寄付活動もやってますけどね、ちっちゃく、そのもうちょっと音楽に関することで何かできないかなと思っていろいろ今模索してるんですけど、若いその本当に目指してるミュージシャンがいっぱいいるんだけど、このコロナ禍でね、あの発表の場もなかったり、あの苦しんでる人たちいろいろ聞いてるから、何かできないかなと思って、もし僕でよければこのチャンネルとかね、発表の場とかなんかいろいろ考えてますので、そういった動画ももちろんこれからやっていきます。あのでももちろんそれを見たくないって方はどうぞ、あのさっきも言ったようにタイトルに、あのギター紹介動画ありませんって入れときますので、それで見ないように気をつけてください。でももしよろしければそういった動画も見てやって、あ、新潟にもこういう若いミュージシャンいるんだとかね、こんな綺麗な場所があるんだとか、こんなライブスペースがあるんだとか、そういったところも発信していきたいので、よかったら見てやってください。いろいろそういったところでもしかしたらあなたの気に入るミッションに出会えるかもしれませんので、それはそれで僕素敵なことだと思ってるんで、ぜひよろしくお願いします。ありがとう。本当に今日はね、あの僕の話最後まで聞いてくれて感謝です。ありがとうございます。明日もまた何か紹介しますんで見てやってください。今日も最後までありがとうございました。